松江市は浅久美町多賀神社に来ています。潮が東の方に向かって流れています。東に行くと境港水道を通って日本海に出ます。今見えている方向に進むと松江、宍道湖方面になります。ここ多賀神社は10月の旧暦10月の神在月の時は月の後半にここに神々が集まり、この川の上にある佐田神社に神々が集まると言われています。つまりここに多賀を称する人たちの集まる場所、発祥の地であったということが言えると思います。近江の多賀神社、山口の多賀神社、福岡の多賀神社、淡路島のイザナギ神宮、地名は多賀となっています。ここが発祥の地で全国に散らばっていったことは間違いないことだと思います。狛犬が奉納されています。どういった人たちが奉納したかというと、しじみ漁師中と書いてあります。宍道湖でしじみが取れるのは有名ですが、その人たちがここにその漁の豊漁繁栄を願って、ここに狛犬を奉納したのだと思われます。階段の下に置かれています。多賀神社の由緒版です。祭神スサノオノミコト、イザナギノミコト、イザナミノミコト、ウズナ姫の御事、コトシロヌシの御事、オオナムチの御事、もう出雲神話に出てくる出雲の神様たち、ラインナップです。Thank you.